怪我してたとことか、その古傷があるとことかって、暖かいから、あれじゃないですか、意外と痛くなかったりとか、オーストラリアも基本的に暖かいんで、で、僕が住んでるパースも全然雨降ったりとかしないから、僕去年、右足のすねの骨折、疲労骨折したんですけど、それの手術を膝から開けてやったんですけど、やっぱ膝がずっと痛かったんですよ、去年、1年間ずっと。でもこっち来てから全く痛くないんで、結構そういう気候とか、気温、天候とかってすごい大事なんだなって。4年前ぐらいに前十字靭帯やって、まあ、結構前十字ってなんか、ぐずぐずする人多いイメージあるけど、全く何もなく、しかもあったかいおかげなのもあるかもしれないけど、まあ、筋肉系の怪我とかも少なく、まあやっぱり上げすぎると危ないって思う時はあるけど、まあしっかり、トレーニング詰めれば、今のところは何もないので、はい、本当に楽しくサッカーやらせてもらってるという感じかな。まあ雨季とかがあるんで、タイも。夕方一気に雨降りますとか、スコール。道とかも洪水みたいになったりするけど、基本的には、まあ、でもあったかい。まあ、冬だねなんて言っても、まあ、30度ぐらいなんで、その30度切ってしてることがあんまないんで、もう最初とか、うわ、俺この国で、なんかこれから試合できんのかなみたいな思ったのが最初で、だけど、数試合やっていくともう全然普通みたいな。うん、けどなんか、なんですか、なんか慣れるんだなと思いましたね、気候にも。あじくん、なんかアジアで生き抜くコツありますか？生き抜くコツ、まあ僕も2シーズンしかって言っても、まあいないですけど、まあここは日本じゃないっていう、まず感覚を持ってなきゃダメなのかなっていう感じがするのと、小さなことになんか、ストレス溜めすぎると良くないというか、やっぱり練習の雰囲気とかって、多分マレーシアもそうだと思うんですけど、日本の J リーグの、それこそ鹿島と、その今のチームの練習の雰囲気って全く違うと思うんですよ。で、そういうのなんか行った時僕も、うわ、なんかこれすごい緩いなというか、なんかのんびりのんびりやるみたいな。で、試合とかでスイッチ入ったらもうワーワーやる感じなんだけど、そういうのにもやっぱストレス溜めてると、やっぱり自分はそこの環境に自分が入ってった方だから、そのいい意味で合わせなきゃいけなかったりだとか、けど合わせすぎてしまうのも当然良くないので、そこのなんかこう見極めっていうのは、まあすごい大事かなっていうふうにはやっぱりいて思ったし、まあタイはかなりこう、みんななんか問題ない問題ないみたいなことを言う人が多いような国なんですよ。マイペンライ、マイペンライ。そう、マペライ、マペライって言うんだけど、本当にもう本当そんな感じで、なんかすごいのんびりしてるから、逆にそれにこう少し自分も合わせながら、やっぱりこうサッカーの質としては下げないように努力していくというか、まあ、そういうなんか見極めっていうのは大事かなっていうには思いましたね。ためになります。ためになりますね。いや本当に、まあ、なんか日本では当たり前とかっていうのをもうとりあえず取っ払っていかないと。もう何が起こってもイレギュラーがあってもそれに対応していくように心持っとかないと、なんかそれは苦労するかもしれないね。まあ、そうですね。なんかありますもんね。だっていやここマレーシアだしなみたいなないですか、やっぱり。あるありますよね。だから、そういうのにはもう動じないようにしてる。多分オーストラリアはまたちょっと違うと思うの、うん、そうね。どうだろうな、まあ今練習場が自前のグラウンドがなくて、近くの高校かなグラウンドを借りてるんですけど、その高校のグラウンドもサッカーのピッチが4面5面ぐらいできるぐらい広い公園で、まあ、芝生も綺麗に整えられてて、でもその近所の方が犬を連れて散歩とかしてたりとかしてのどかだね。で練習中にグラウンドの中に犬が入ってきて練習がストップするとか、高校の体育の授業でクリケットとか野球やってるボールが入ってきてストップしたりとか、でもなんかすごい道行く人がみんな、なんだろうな、仕事ってなってないで、仕事以外の時間も家族みんなで過ごして、なんか幸せに楽しく生きようぜっていうのがすごいみんなから伝わるから、なんかそれはすごく
生き方としては勉強になりますね。なんかめちゃくちゃみんな楽しんでる人生を。面白いね、いい経験だね。ちょっとなんかいつまで現役を続けたいですかみたいな質問をちょっと聞いてみたかったんですけど。おお。やめたいなって思ったことがないっていうのと、サッカー選手になりますって言ってサッカー選手になったわけでもないから、まあ、引退するときに引退しますって言わなくてもいいのかなってずっと思ってて、それすごい思う。一方、今これからもプロとしてっていうか、お金をもらってサッカーはやらなくなるかもしれないけど、やれなくなるかもしれないけど、まあ、サッカーが一番やってて楽しいし、初めてこうやってみんなで会ったけど、こうやってサッカーの話だったり生活の話だったりできるのも本当にこれサッカーがあったからだし、だからもう自分の中では生活の一部以上になってると思うので、なんだろう、うまくは言えないけど、まあ、ずっと好きでやっていくんじゃないかなと思います。うん、まあ、いつまでやれるかってまず、まあ、当然わからないですけど、まあ、とりあえずまだやりたいってやっぱ思ってて、僕自身も、あと、まあ、昨シーズンやってて、あ、まだできるって思ってたし、まあ、でもそれでもあるんですけど、僕はなんかどっちかというとやっぱ次のステップにも進まなきゃいけないなって少なからず思ってる自分っていうのもいるので、まあ、その自分のマインドをどこでこう変えてというか、どっかなんかふとしたタイミングで、あ、これ次に行かなきゃいけないのかなとか、行くべきだなっていうのがなんか現れるっていうか、そういう時間が来ると思ってるんで、そうなったら多分スパッとじゃあ次のステップに向かうっていう感じになるような予感はしてます。まあ、もちろんそのモツさんが言うように、まあ、サッカーとはもうずっとつながりも持つし、持っていきたいと思ってますけど、コウスケは僕ある程度、まあ、数年前から、ここで辞めるっていうタイミングは自分の中で決めていて、なので、まあ、残り長くないであろう選手生活をとにかく大好きなサッカーを、楽しめるように最後までっていうのはすごく最近意識してますね。なんか結構珍しいよね。そこで辞めるって、もう最初から決めるっていう。僕はもう全然若い時から全くエリートとはかけ離れたところから少しずつ頑張ってきて、で、まあ、ここまで長くプレーできると思ってもいなかったんで、まあ、ちゃんとサッカーを辞めて後のことも、イメージして動いてきましたし、あとは同世代の選手が引退していくのを見ていて、まあ、自分もしっかりとプランというか計画的にやっていかないとなと思って、今やってますけど、まあ、その時のタイミングになったらしっかり、まあ、確かにさっきモトさんが言ったように引退しますってわざわざ言わなくてもいいじゃないですか、あれっていやけど、小笠三津男が引退する時にもなんか先に結構前に相談もらって、この時もなんか、え、別に引退するって言わなくてよくないっていう話をしたんだよ。そうだねなんて言ったけど、やっぱりなんかああいう、まあ、みんなも代表とか入ってる選手っていうのはやっぱり一回そういう発表はしなきゃいけないんだってっていう話だったから、多分みんなは多分やんなきゃいけないと思うんだけど、俺なんかフラフラしてるから大丈夫そうじゃない、言わなくても。いや、元さんすごいっすよね。なんか正直言って僕、今のモツさんの年齢までできる、なんていうんですか、感覚はないんですよ、僕の中で。僕も全くないです。けどさ、シンジとかもやってるじゃん、シンちゃんとか。ああ、まあそうですけど、毎年キャンプ乗り越えんのかなとか思ったけど。それ分かる、それ分かる。キャンプね、きついよね、マジで。きついっすよね、キャンプって。まあ、まああれですけど、なんかもう本当になんかその世代でなんかやってる人本当すごいなと思います。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ楽しかったな。楽しかった。あっという間ですね。あっという間もう2時間ですよ。本当今回すごくいい経験させてもらったと思うし、あんまりこういうの得意じゃないんだけど、みんなでなんかご飯食べながら喋るとかもまたいいけど、こういうの、コロナ落ち着いたらぜひご飯お願いします、モツさん。お願いします。またお願いします。またお願いします。みんな元気でね。ありがとうございます。頑張りましょう。頑張りましょう。やりうむらい、ラスアップザカイナカ。
Like, subscribe, push notification. Like, subscribe, push notification.